はい、皆さんこんにちは、りなです。皆さんおはようございます。私は今日からドイツに行きます。ここに荷物もあって今駅に向かってます。今日は早いからタカが一緒に行かないことにしました。今日は前回と違って東京から飛ぶではなくて名古屋から飛ぶことになりました。やった。もう本当に毎回東京はすっごい荷物でめんどくさい。だから今回はシンガポール航空、シンガポール経由、名古屋からシンガポール、シンガポール名古屋じゃなくて、名古屋シンガポール、シンガポールミュンヘンの飛行機を予約しました。はい、それでは行きましょう。先ほど取れなかったけど今は金山駅に着きました。意外と朝7時でも結構混んでました。ということで中部セントレアに着きました。今8時前です。私の飛行機の出発は10時20分だと思うからまだだいぶ時間があるけど、まあ、とりあえず荷物を預けてチケットをもらって、でそこからちょっとラウンジでゆっくりしようかなと思いました。セントレアのいいところは本当に人が少ないっていうこと。ただ人が少ない割になんかカウンターも少ない気がする。結構人が並んでる。これゲットしました。はい、パスポートじゃなくてボーディングパスをゲットしました。で荷物がないからすごい楽ですよ。これからは今インターナショナルディパーチャーズに行かなきゃいけない。で目の前にめっちゃ並んでるからもう嫌だ。これほど並んでるのがあんま見たことないよ。時間が悪いかもしれない。ということで今全部の手続き終わりまして、今からラウンジに行きたいと思います。行きたいと思いますが、見てください、ラウンジが閉まってるって書いてあります。本当に？あー、OK、ちょっと見てみる。やばいことになりました。ラウンジが普通にありましたけど、私のこれプライオリティパスが11月で切れてしまいました。全然チェックしてなくて普通に使えると思ったらこのカード有効がないから入れないって言われて、私の楽天のクレジットカードに紐づいてるものなので多分申し込んでないという感じなので、今からちょっとなんかできるかどうかをちょっと楽天に電話してみて、なんかができないかを見てみたいです。ここは別に1時間しかないけど、シンガポールで乗り継ぎが8時間もあるからもう本当にラウンジが使えないと困りますよ。大変です。今調べましたけどプライオリティパスの有効期間は2年です。だから今から申し込んでも2週間後にはあのカードが届いてそれが使えるようになる。今日は使えないっていうこと。もう本当に8時間シンガポールでどうすればいいかわかんなさすぎて困ってる。まあお金を払おうか、シンガポールで違うことをするかまだわかんないけど、とりあえず諦めます。でドイツに着いたら申し込んで、多分帰りまではカードが来るから大丈夫だと思う。まあ、本当にこれがちゃんとチェックすればよかったということもあるんだけど、やだもん。この後ろで見える通りに、ボーディングが始まりましたので、もうちょっとここで待って飛行機に入れると思います。でそこからは7時間シンガポールまでです。ということで今座れました。私が今日の窓席です。景色とかも楽しみながら今日日中に飛ぶので多分いろいろ見れるかと思います。で、今からは先ほど言ってたように今から7時間シンガポールまで行きます。ご飯も出るはずなので私お腹減ってきたからそのご飯楽しみにしてます。その間はちょっと何の映画があるかとか
まあとりあえずゆっくりするって感じだね。出発します。無事に、シンガポールに到着しました。今からは8時間も乗り換える時間がある。だからちょっとどうするかまだ何も決まってないんですけど、意外とシンガポール航空にいろんなやることがあるから、ちょっと何をするかちょっと考えよう。今からはこのスカイトレインを使おうと思ってます。多分ここから今ターミナル1に到着したんだけど、ここターミナル3に行く。ターミナル3にいろいろあるはずです。めっちゃ面白いことを見つけたよ。ここでサイクルチャージステーションがあるよ。ここにこう自転車を漕いだら、ここで自分のものが充電できます。ただし USB があればここでサイクルしながら充電できる。また他の面白いことを見つけたよ。ここにフリーシンガポールツアーで予約できます。私みたいな人が5時間半以上のトランスファーがある人は無料で街のツアーに参加ができます。ここでまた他のやれることを見つけました。例えば無料の映画館があるし、バタフライガーデンがある。私は今からこのバタフライガーデンに行こうと思ってます。ここがバタフライガーデンの入り口です。入ってみましょう。あります。うわ、あったか。このガーデンに住んでる蝶々はめちゃめちゃめちゃ可愛いですよ。色も可愛いし、私の声が聞こえるかは分かんないけど、すごいうるさいんですよ。一点、このガーデンが非常に暑いです。蒸し暑くて、多分この蝶々がそういう天気に住むのが好きなかもしれないんですけど、私は冬のブーツを着てるから暑い。次は鯉を見つけた。ここのおしゃれなラウンジに鯉が泳いでます。今からはショッピングだよ。このエリアにめちゃめちゃいろんなお店があって、タックスフリーでショッピングができます。ただし私は何にもいらないということで、見ても何も買わないだろうという。まあ、ちょっとどっかで座ってなんか食べたり飲んだりしようかなと思いました。先ほどプライオリティパスで使えるラウンジもあったけど、無料で入れなくて本当に悔しい。私はソファを見つけました。ソファというか椅子、あとは飲み物も買いました。これトロピカルピーチスムージー、いくらだと思いますか？これまあ空港値段なんだけど830円しました。高いけど、まあ仕方がない。私ラウンジ使えないからそれをするしかない。あ、でもこれが美味しい。本当のフルーツが入ってて、ピーチとパイナップルとかオレンジとか入ってる。じゃあここでちょっとゆっくりしましょう。ということで7時になりました。私の飛行機はあと5時間後です。まだ全然長いです。ちょっとご飯を探そうかなと思いましたけど、結構高い。本当に結構高い。あとマッサージとかのところとかもあったりするけど、それも結構高い。本当に空港で待つだけでも結構お金がかかるって感じ。
で、なんか今のところはなんか食べたいものが見つけてなくて、というか食べたいものがなんかパスタが3000円とかそういった感じの価格設定、めっちゃ高い。私の夜ご飯を決めました。今日はバーガーキング。バーガーキングはあのどこで食べても美味しいかなと思って、ちょっとバーガーキングにしました。1500円です。セットで高いです。本当に為替レートも悪いかもしれないけど本当に高い。いただきます。美味しい。お肉2つも入ってるよ。これ絶対にお腹いっぱいになる。注文しすぎたかもしれない。絶対になんか日本のサイズと違う気がする。このすごいカンフタブルな椅子を見つけたけど非常に寒い。ここの下がなんかエアコンが結構寒くて、まあとりあえずここで本当にこんな感じです。すごくなんかいい感じの椅子になってるから、ここでちょっとゆっくりしたいと思います。バーガーは美味しかったけど多かった。はい、今からちょっとゆっくりします。10時半になりました。今スカイトレインを待ってます。なぜかというと、私のゲートに向かってます。歩けば10分、スカイトレインに乗ればすぐって感じで、あと1時間後にはボーディングなんだけど、まあそのゲートの方で待っても変わらないかなと思って今向かってます。招き猫が可愛い。はい、これでやっとゲートに着きました。 A16 ミョンヘン駅は1時間後に出発します。12時になりました。人が少ない気がする。どうなのかな、飛行機が混んでないと嬉しいけどね。あの本当に夜中を飛ぶ、明日の朝に着くから寝れたらなと思いましたので、寝れたらな。ボーディングがやっと始まりました。なんかそこまで人も多くないから、なんかまあ飛行機の中はどうなるかわからないけど見てみましょう。ボーディングパスのチェックはすっごい丁寧で、名前で呼んでくれてます。グッバイメイナーって言われました。で今から13時間の飛行機もかかる。シンガポールは遠い。めちゃめちゃラッキー。前に席がない。あのプレミアムエコノミー払ってないけど前のレックルームがめっちゃある。皆さんおはようございます。朝ごはんの時間です。到着時間まであと2時間です。私はぐっすり6、7時間くらいは寝れました。よかったです。はい、ではいただきます。残り10分で到着します。疲れてる。朝です。イエーイ、到着しました。6時15分になりました。はい、これからはまあドアがオープンすることを待たなきゃいけないから、もうちょっとゆっくりできるかと思いますけど、結構飛行機の前に座ってたから早めに出れる。でミュンヘン空港もそんな混んでないから、荷物が早ければ30分とかで出れる。さすがドイツ。めっちゃめちゃめちゃ寒い。ここで出たらもうすぐに冷えてくる。もう日本と全然違うし、あとシンガポールも暖かかったし、飛行機も暖かかった。もうでもここにダウンジャケットが入ってるから、ダウンジャケットをつけ着て来るしかないかもしれない。もう本当に寒い。本当に早いからすごい静かな感じがする。あとは、いつもエミレーツで来てるけど、今回はシンガポール航空だから全然違うターミナルとかでも到着するから、ここら辺何にも知らない。あ、でもベーカリーがいい匂いする。こっちの美味しそう。朝に着いてるからなんか美味しいベーカリーの朝ごはんとかパンとかを食べたいなと思います。入国も今30秒で終わりました。あのオートマチックのゲートがあるんじゃないですか。そこも一人も並んでないし、あのピーッと入れてサーッと出た。で今からは荷物に行くんだけど、
多分まだ全然何も出てないと思う。だからそこで時間がかかるって感じ。ここは思ってた通りに誰もいないし何も動いてない。誰もいないから席が空いてたから、ここでちょっと座りながら荷物を待ちます。はい、荷物が動いてきました。でも私のやつはまだ出てない。先ほど違う人のものを持っちゃって、全く同じスーツケースの人、ちょっとリモアの私のスーツケース結構ドイツでも使われているから。荷物をゲットしました。ちなみに非常に重たいって書いてあります。25キロもありました。はい、じゃあ今からはもう出口に出て両親が待ってるかどうかを見てみましょうね。見えますか？非常に寒い。3度とか それぐらい。まあ、今朝7時で、ドイツの朝7時の冬はまだ真っ暗だよ。真っ暗です。まだ夜中みたいな感じ。ということで家に到着しました。7時半です。空港から家までは30分しかかからなくて、まあ、車で行くと朝早く、他の車もいないし、すごいさーっと行きました。どんどん明るくなってすごい綺麗だったけど、まあそんな感じで今からこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。